こんにちは小太郎です、えー、今日はですね「声の魅力マトリックスの」の、ね、自分の声の音域の判定についてですねちょっとお話ししようかなと思います。で「えー、と声の魅力マトリックスは」は前回、えー、お話ししたですね、えー、表に従っているんですけども声がまあ高いか低いかそれから生き交じりか地声が鳴ってるかっていう話 で、えー、判定するんですけどね。うん、で、まあ、声がそもそも、自分の声って高いの低いのっていうのよくわかんないなみたいな人結構多いですよ。うん。なんで、えっ、ー、とですね、まあ、これ、自分の、私のね、あの感じてる感覚なんですけども、えー、それでですね、どんな感じの声なのかっていうのをちょっとこう、えー、傾向があるので、それについてお話ししていきます。で、ここで言っている、えっ、ー、と、自分の声の判定っていうのはですね、歌声じゃなくて、喋り声です。 歌声声ではななくて喋り声になりにますね、うん、だからしゃべり方がどんな感じなのか普通の、うん、とリラックスしてる時とか、まあ、友達とかとしゃべってる時ですねこうな,んかなんか緊張する人の前でしゃべってるとか,なんかそういう話じゃなくてリラックスして普通にしゃべってる時にどんな感じの、うん、と音域でしゃべってるのかっていうのが分かると、まあ、いいわけですね。うん 歌声にになななるとね途端わかんなくなっちゃうんですよ <laughs> 歌声だとなんかこういろんな広い音域使えちゃうんで、うん、だから普通にしゃべってる音域っていうのを、まあ、ちょっと意識してほしいかなというふうに思います、はい、ではですねまず男性からいきましょうか男性男性この「メール」って書いてあるところでこ,ここのポイントはここ,こ,こですねここが真ん中これが中ぐらい、えー、普通のしゃべり声ん高さのしゃべり声かなって感じなんです、ね、で音域的には「ら」から「み」ぐらいまで このぐらいで普通に喋ってる人っていうのが、えー、大体ですね、まあ、普通くらいかなって感じですね。うん、で、大体私、この辺こ、この辺なんですよ、この辺。えー、例えば、こういう時にどういうふうに判定するかっていうと、あの例えば、あの普通にこんにちはみたいな感じで喋って、あどうもこんにちはみたいな感じで喋った時に途中で止めるんですよ。普通に途中で止めるんですよねあ。どうもこんにちはー 言って,て言ってる時に伸ばしてみたらこんな感じの音だったなっていう風に感じるやるんですよね。うん、でえっ、ー、とーみたいな感じで喋るとるとどんな感じかっていうのが分かります、うんで。例えばですね今のやつを、うん、とじゃあ実際鍵盤で調べたらいいのかっていうとね鍵盤だとよく分かんないっていうか分かりにくいんでこれこういうの使います。えっ、ー、とですねこれこれ、えー、チューナーですね。 チューナー先生使うとすげえわかりやすいんで。えー、っとですねど。例えばですね、今の、うんと、えーって言ってる時はファの音なんですよね。えーってこう F の音出てるじゃないですか。うん、これファなんですよね。うん、で、えー、っと、これはですね、要はここら辺ってことです。ファ。これです。ファ。この辺ですね。だからちょっと高めなんですよね。でもうちょっと落ち着いてくると、 あ,ありがとうございますみたいな感じでえーっていうとこれ0ぐらいなんですよね、うん、でこれが、えー、そんな感じです、うん、だから男性だとだいたいら」から「み」ぐらいまでがまああのー、くらいかなって感じです、うん、これちょっとこうテンションによってもねこうなんか気分によっても大体少しずつ、えー、音域って変わったりとかするので、うん、とそんなこう あのピタッとこう決まるようなもんではないんですけどもだいまあ、大体この辺ですね。で、えー、と私は大体この辺この辺を使って喋っているわけ軸い。これはちょっとこの辺ですよね。っていうとこの辺になってくるって感じで結構ね音域広いですよ。うん、結構あのなんだろうな抑揚つけるとうんと何ていうのかなついてると音域結構ね。えー 上すするんですよね、うん、だから、まあ、いろんな喋り方試してみてでやってみるといいって感じですね。うん、であの、まあ、私はだからこの辺が主で喋ってるわけですけども、うん、ともっとね全然超低いですよみたいな感じの人います。今まで聞いててこの辺の思い切りで喋ってる人いるんですよ。この辺。そうすると私のオクターブ下なんですよね。超低いみたいな感じ。うん、あの例えばあの よくあの映画のうんと洋画ねあの洋画のあの予告編みたいなやつで「カミングスーン」みたいな感じで言うやつあるじゃないですかあの辺はこの辺で喋ってますこの辺。すげえ下の音だからあのこれ出ないんだけどねああ。 ののがいこの辺なんですけど <laughs> それで密度のある声で私はスカスカの声しか出ないですけど密度のある声でベーンって出ちゃうっていうのがこの辺の声で喋ってる人でこうじゃかなり声帯がでこの辺の音域の人はもう,もうとにかく低いので、えー、と高い音まで出ると出るんですけどきついって感じですね。で もうちょっとこう、うーんと、歌で言うとですね。えっ、ー、と、これ、この音は、あの、津波、あの、サザンのね。津、津波の、す、一番最初の音。だあ、この辺ですね。ああ。か、か、風に戸惑うって、これね、か、か、って、これ。 で「風に戸惑って入る時の最初の音私的には低いですはっきり言って低くて出ないって感じですね、うん、でうまく出ないって感じですね出ないことはないけどって感じ、うん、でこれが一番下の「ら」の音ですねで、えっと、よくあるあの「粉雪」ですねあのとかであの一番高い音「こな」 「こな雪ねのこな」ってのが地声で出すと地声とか何でもいいんだが最高音はこの辺の音なんですよね。うん、で地声でこの音が出るとあの結構男性的には結構高い音まあまあまあいいんじゃないって感じなんですよね。うん この辺になってくると相当,相当シビアになってきます。あの「ラ」とかぐらいじゃあま,だまだ結構出せる人多いですけど「シとか「ど」ぐらいになってくるとやばいみたいな感じであの XJAPAN の,の「フォーエバ e みたいないやつこの辺を地声でくれないとかねこの辺で出してるんでどういうことだみたいなね <laughs> 同じ人間なのかみたいな感じがしますけども、うん、そういう感じの音域になってますね。うん、まあでもこの辺が出ればまあ大体のポップスは、まあ、それなりに歌えるあのですね うんなんだっけえっ、ー、とドラえもんドラえもんスタンドバイミーなんでしたっけあのハタさんのあの、えー、どうしてってやつね君が亡くのあれの最高音はこの辺なんですよねこれこの辺っていうかこれなんですよね C のフラットなんですよね、うん、これになってくると、ね、結構高いですよねうんこれさらっと出るといいですよねうん男性であのオペラとかあの声楽だと、うん あの基本的にはラグナイまで出るやまあ大体 OK であのオペラとかでこうなんか最後の音なはあはあ」みたいな感じでやる時は大体こ,この最高音なんかこ,こ,この辺なんですよね出ねえみたいな感じなんだけどこの音でなんかさあの15秒とか20秒ぐらい伸ばす化け物みたいな人がいてですねどうなってんだみたいな感じなんですけど、まあ、そういう感じの音ですね。うん、っていう感じです。 なんか歌謡曲とか、なんかの昔の曲だと、まあ、なんかこの辺で終わってるんですけど、あの。なんかだんだん、だんだ,んだん最近高いんですよね。<laughs> 高いんですよね。うん。で、まあ、それは歌声です。うん。で、それとはちょっと違って、喋り声になってくるっていうのは、この辺ここ。この辺で十分なんです。この辺なんです。うん、喋り声。って感じです。はい。えっ、ー、と、あ、んで、これ一応ざくっと言うと、あの。<laughs> ロシアねロシア民謡の「母なるボルガを下りて」っていう合唱曲があるんですけどこれの一番下の音あのこれですねこれのヘ音記号の一番下の音ってソで「ソ」でこの1個が「ラ」なんですけどねこの音なんですけどいこのこの一番下の線の「ソ」の音のオクターブ下です。こここれのののオクターブ下のここの音とかをあの出してくる 楽譜があるんですけど出るかんなもんみたいな、ね、感じなんですよね。うん、ロシア人やばいみたいな、うん。その曲一番あのバスの一番低い人これであの一番高い音はここなんですよね。あのソプラノですけどね違う人だけどこ,このぐらいの大雪で歌ってるんですよ、ね、意味わかんねえなみたいな。1234億ターンもあるみたいなね。 そんなん出せるかみたいな感じなんだけどあのそういう人たちですやっぱりロシア人超低いっすねで低い声の人は高い声は出るんで鍛えるね、うん、うまくやれば出るんですけどあのそもそもあのんだろうな思ったより緊張していると緊張していると声ってどうしても低く出せないので あのー、なんだろうかな、うん、脱力ができるようになってきたりとかあと生体自体を、まあ、ちょっと鍛えていくとそもそも重くなるので重くなると振動数が下がってで低い声出やすくはなります。うん、って感じですね、はい、ということで、まあ、低くはなります多少ね多少はなんだけどちょっと限界があるなって感じですねそもそものこう体の作り的にあの低い声が出る人っていうのはまあある意味こうギフトみたいなもんですね。うん だ身長の高い低いみたいな感じの差だったりとか、まあ、そういうものがあるので自分のまあ分かりやすい音域っていうのがえどの辺かなっていうのを知っとくっていうのは非常にいいわけですね。うん、で、えー、とちょっとこう話が全部おっしゃいましたが女性の場合ですね女性の場合はえこの辺ちょっとこの辺になりますねうんとえー、のねこうファ,ファぐらいからドぐらいまでが 喋、えー、り声の普通,普通の高さの人だなっていう感じですね。うん、で、えっ、ー、と、ファは、あーこれ,これが、あぐらいかなぐらいまでなんですよね。だから、あの男,性とた男性の高い人は女性の,あの普通の人と同じぐらいの音域なんですよ。うん、で、だから 私はあの女性のちょ,ちょっと低めちょ普通よりちょっと低いなっていうぐらいの感じの人と同じぐらいの音域なんですよ実は声質が違うからねあの声質が違うからなんかよくわかんないなって感じかもしれないですけど意外にね低い人多いんですよねうんなんだけどあのよそ行きの声出そうとすると急にこう高くなる人は結構多いですねあの電話取るとなんか、はい みたいな感じで急に「高くない,くないそれ?」みたいな感じになる人はあのそれ裏声なんで、うん、結構高かったりとかしますけどもうんと普通のしゃべり声ですよあの家族とかと喋ってる時の声ねあのよそ行きじゃなくて、うん、それで判定しなきゃいけないんでね、うん、でえー、と普通の声がだいたいファーからどうぐらいまでかなかなって感じ、うん、でえっ、ー、と 低いぞーって人はファーよりファーより低いですね。今までだとだからあのうんった女性の中でいっちゃいひくらーみたいな感じで思ったのはこの辺の音を出してる人ですね。もっともっと下出てたかなうん。だからこれはあーっとだからこのぐらいの音なんですけどすげえ低いって感じじゃないですか。こういう声をね出せる女性普通にいるんですよね。これがまたかっこいいんですよね。<laughs> あの低い声は あのなんかの嫌だとか思ってる人だとなんかちょっとこうもやった感じがするんですけど「いや私は全然気になりません」みたいな感じでこうなんかこう「うん、私はこの声好き」みたいな感じで感じてる人で、えー、声がちゃんとこう低くなってる人とかはねすげえ魅力的ですよ。うん、女性でね男性には出せない感じの響きなんですよねやっぱりね。うんって感じでですはいで えとまあファからどぐらいまでが普通にちょっとょまあ普通かなって感じで,で、えー、ともっと高い音になってくるとちょ,ちょっと高めかなって感じ、うん、だから意外かもしれないですけどあの男性のオクターブ上じゃないです、うん、男性のオクターブより上よりはちょっとひひ低くスライドするって感じですね、うん、でしかも女性の方が、えー、と声帯がちっちゃいので基本的には基本的には男性よりも女性の方が声帯がちっちゃいので えー、なんていうのかなうん何ていうのかなこう範囲もちょ,ちょっと狭いんですよね。うん。こうは範囲が狭いっていうのかなうん。これからこのぐらいみたいな感じのやつが、うんと若干こう狭めかなって感じはします。うん。これは特徴なんで単純に。うん。って感じですね。はい、で、えっ、ー、と、まあ、ファからドぐらいですね。で、ドから上ぐらいだとまあまあちょっと高いかなって感じですね。うん、で、えーと うん例えばです、ね、あのこまあ歌声にの話になりますけども、えー、とスーパーフライさんの「えー、愛を込めて花束を」の転調した後後半のなんかちょっと転調した後のうんとの一番高い音「いつまでもいつまでも,いいつまでもそばにいての」。 でーぐらいですねこの音なんですけどこれがあの、えー、楽譜でいうとこの音ですね、うん、になって、えー、とうん一番高い音がこのぐらいの音になりますあの曲だとね。うん、だから地声で女性だとこの、うん、歌でね歌の地声だとこのぐらいの音域が地声で出せるとかなりハイトーン出てるなって感じですね。うん あの裏声使ったらもう全然再現なく出るんですけど、うん、再現なくっていうか、まあ、結構高い音まで出るんですけどあのなんだ、えー、地声だとこの辺この辺からきつくなってきてここまで出たら結構高えなって感じですね、うん、スーパーフライさんはひあの曲によってはです、ね、この辺使ってるんですよね結構低いですよ低い,あの低い音は低い音使ってて。 でででで高いい音までガー地声でいけるんですよねすげえなーって感じなんだけどあのそういう感じ。で裏声を使うとなると結構も,もっともっと高く音は出ます軽々しかも、うん。まあ裏声なんでねそりゃそうだって感じなんだけど合唱曲とか、まあ、声楽とかだと、まあ、大体「ラ」とか「シ」ぐらいまでがまあ結構高い音だなって感じですね。 大工で一番高い音,音なんか随分な「高え長げみたいな感じでずーっと伸ばすみたいな感じの音はこの辺の音ですね <laughs> これ連発されると辛いみたいな感じですね。うんえー、で、うん、やっぱ最高音ってなってくるとやっぱりこ,うこの辺になりますねこの,こ,この一番高い音はファなんであのこのその下のこの,この枠の間が「ミなんですけど、うん、枠から出た辺りからちょ,ちょっと高いなみたいな感じになってきますね。うん でえっ、ー、とーモーツァルトのオペラとかでこうなんか夜の女王っていうあの曲が歌ってるなんかあのアリア、えー、曲があるんですよねうんなんかハハ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 ハみたいな感じでやるやつの一番高い音っていうのがあって <laughs> あのこれ <laughs> あのかなり選ばれしものじゃないと歌いませんみたいな感じの曲なんですけど <laughs> これがここの音ですね <laughs> この音高みたいなうん、うん、これは ちょっとね物理的に出ません、うん、物理的に出ないただね子供とかだと結構こんな音じゃなくてなこの辺の音で叫んでるとかねいるんでねあのこ子ど供ねあのほん本当本当ちっちゃい子供とかでなんかキーみたいな感じになってるやさと「たっけ」みたいな感じでこの辺の音出してたりとかしますただまああれは叫び声なんであの歌で使うとなるとちょっと意味不明な高さになってきますねこの辺になってくるとね、うん、ただまあ あの世の中にはもうなんかこうバイオン商法とかな,なんだろうなうんとホイッスルとかホイッスルボイスとかなんかそういうの使ってるとな,なんかあの鍵盤なくなりますみたいななんかよくわかんない人とかいますけどね確かに。うん、まあ、でもあれだと母音は喋れないですねやっぱりねこの高さになってくるとねうん、まあ、まあ歌の話なんでそれは置いといてあ、まあ、というわけであの まあ、かなりちょっといろんな話になっちゃったんだけど、えー、と自分の声の判定ってのは喋、えー、り声の判定ってのはこん,なこんな感じになります男性だったらラ、まあ、からミぐらいまでで喋ってる人が、まあ、ちょっとこう低めかな,なっていうか普通,普通かなって感じですね普通でそれよりも低かったらあの低いぞって感じで高いと、えー、まあまあまあちょっと高めじゃねみたいな感じですねで私はなんか うんふ普通のちょっと高めから、まあ、高めの人のふ普通ぐらいまで <laughs> えっていう感じでこの、この辺で喋ってる感じです。普通はね。えっ、ー、と、です。はい。えー、な感じですね。だから、えー、ちょっと高めかなみたいな感じですね。うん。で、えっ、ー、と、女性の場合は、えだいたいファーからドぐらい。ファーからドぐらいまでが、 うんと普通のしゃべり声かな、うん、普通の高さまあ一般的なねえ日本人の女性の高さかなって感じです思ったよりは低いと思うかもしれないですうんでそれよりも低かったら低いぞって感じうん結構多いですよこういう人でえっと逆に結構少ないなっていうのはこの辺ですねうんえと高い高い声の人っていうのは意外に少ないです女性だと、う。ん 日本人の女性はなんかよくわかんないですけど、あのー、なんか低い声だとかなんか愛想悪そうとかうんとなんだろうな,なんか不愛想に感じるとかなんか、えーよそうん、なんか人としゃ喋る時はなんか愛想良くしなきゃいけないみたいな感じの、えー、となんか空気っていうんですかねなんかそういうのを求められるみたいな雰囲気があったりとかするって思ってる人は思ってる人は。 結構こっちの音域で喋ろうとしちゃったりとかして喉が閉まって辛くなってる人とかいます、うん、って感じですね。なのであのそういうの気にならなくなったりとかしてああんか別にどうでもいいやみたいなね、うん、人からどう思われるっていうよりは自分がどう感じるかが大事だよねみたいな感じのが何 <laughs> ですかね腑に落ちてくる、まあ、それが普通になってくると、えー、下がってきます。うんで この,、まあ、この音域に入ってくる人が結構多いですね思ったよりこっちの人多いなって感じなんですよね。うん、ただし、えー、と普通に聞いてたりとかしてし緊張したりとかすると高,高くなっちゃう傾向があるので、えー、その辺はちょっとこう、えー、なんていうのかな、うん、判定する時とかは、えー、もう本当本当リラックスしている状態だったりとかっていうので。 やってほしいいいいいかなとととうううふうに思いますはい、ということで、えー、ちょっとこう喋、うん、り声から歌声からって話になりましたけども、まあ、声の,、ね、あの音域の判定ですねについては、えーっとですね、これですねあのチューナー使ってみると非常にいいです。うん、で「えー」みたいな感じでこの伸ばちょっと伸ばしてみたりとかすると、えー、分かりやすい感じになりますね。うん。喋ってる途中でいきなり止めるんですよその音で伸ばすみたいな。 うん、そうすると、えー、結構わかるようになってきます。はいということで、えー、そんな感じになります。はい今回はじゃあ以上になります。えー、自分でもですねちょっとこういうのやってみてほしいかなという、うん、試してみてくださいはい。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。